てください。巨大な竜巻の中に光るものが。お宝か。でもこれ以上は向かい風で進めねえ。ウソップ、ほんとおめえ、よしやってやるぜ。砲たためソルジャーボックシステムチャンネルゼロ、ソーラーエンジンパドルシップサニーゴー。もう一人来た。ラッキー、おう、スーパー任せとけ。クルドバースト、いけいけいけ、全部を飛行した。起動。知的生命体の接触を確認。誰だお前、ちゃんとした言葉話せよ。視覚者の個体名を確認。モンキー D ルフィ、あなたはプレゼントを受け取りますか。はあ、何言ってんだお前。なんかくれるって言うならもらってやるけどよ。了解。プレゼントの受託を確認。視覚者の周辺情報をもとにデータの構築を開始します。あれ、ここどこだ。そうだ、俺のプレゼントかわいい。なんだお前。ようこそ希望の島へ。おお、なんだこれ。今なんか喋ったぞ。これからあなた方には4つの島を巡り、いくつかの試練に挑戦していただくことになります。その試練によって得られたデータをもとに、あなた方にふさわしいプレゼントが最後に用意されます。詳しいことはこれを読んでください。あなた方に分かることまで出力しておきましたので、後で読んどく。皆さんが掴み取るのはどんな宝物でしょうか。さあ、最初の島へ、ヒアウィゴー。最初の島、一体何が。なんだ、あのバカでけえ木は。昔話に出てくる世界樹みたい。あんな木ほっとけ。それよりルフィだ。ルフィはどこに消えた。溺れ死んだのかしら。縁起でもねえことを言うんじゃねえ。ルフィの野生は俺なんかよりずっとすげえんだ。ルフィが死ぬなんてことあるわけ。そうですよ、あのルフィさんが死ぬもんですか。死んでるのは私だけで十分です。ほら、耳を澄ませばルフィさんの声が空から。空？まさか天国では。うわー！うわThank you.
今はルフィの方が先決だ。あの島に急いで向かうぞ。